203高地は中国北東部の両東半島南端に位置する旅順にある丘陵である。1904から1905年の日露戦争では、ロシア海軍の基地のあった旅順港をめぐる日露の争奪戦による激戦地となった場所。203高地の中根費、当時日本軍が使用していた30年式実報をかたどっている文化大革命で先遷部分が破壊されたが、 後に復元された、203高地から見た、旅順港、直線距離で 4km 頂上から見た、合意中の旅順港203高地の、石碑球市街地から北西 2km ほどのところに、ある、海抜 203m であることからこの名が付けられた、大連死により、文物保護単位に指定されている、中国海軍の軍事施設に含まれており、 外国人の立ち入りは長く禁じられてきたが、1990年頃から、水死鋭と共に観光客に解放されるようになった。詳細は、旅順後遺戦後、参照日露戦争において、旅順攻略は必要不可欠になり、日本陸軍は第三軍を編成し、旅順要塞及び旅順艦隊を攻撃した。203高地は、 もともとは、旅順要塞防衛線の一翼を担うはずだったが、予算削減により防衛線が縮小された際に、そこから外れ、前進陣地として運用された。日本側は当初は重要視せず、第三軍に用意された地図には、前進陣地すら書いていなかった。陸軍は、要塞自体の攻略を作戦目的としており、その形は、旅順要塞が陥落するまで変わらなかった。 陸軍は日露戦争の理由はロシア軍主力との決戦に備え後方のしかも物資を陸地点の大連の目と鼻の先にロシア軍が立てこもっていることを懸念したからである。封鎖も検討されたが封鎖するだけでも相当数の部隊を咲かねばならず、降伏するまでの長期間封鎖部隊は多方面に活用できなくなりロシア軍と比べて戦力の乏しい日本に その決断はできなかった。そのため、大山岩を小玉玄太郎らは、要塞攻略を第一に考え、後に海軍から旅順艦隊の無力化を要請されても、要塞攻略を第一とする方針は変えなかった。203高地は、港湾部を一望できる観測点としては有意義な地点であったが、要塞攻略にはあまり重要ではなかった。 さらに万流山歩類や東鳥冠山歩類などの後方にある防弾の方が標高でまさり、港湾だけでなく、要塞全体も一望できたので、第三軍は総攻撃前に、最終的にはこの防弾を占領すべく、東北方面を主攻撃目標とする決断を下し、大戦、小田原満州軍総司令部もこれを指示していた。これに対して、長岡外資参謀次長など、 一部は203コーチよりもさらに西方の平坦な地域からの主攻撃を主張したが補給面や舞台展開の不利などの理由から採用されなかった。海軍はこの時点では第3軍の方針に関して意見を述べた事実はなく、実際はこの時点で203コーチのことを注目していた人物は誰もいなかった。ロシア軍側も203コーチ一体は 要塞主防御線から離れており攻撃側からすると移動に時間がかかるだけでなくその際は他の防御保留からは丸見えで迎撃を被るという攻めるに不利な地点であったため警戒陣地全身陣地としての運用しか考えていなかった陣地自体の規模は南山の戦い後より防御強化の工事がなされており第三軍の包囲完了時点でかなり強固な陣地となっていたという 工場方兵司令部参謀の証言がある。二度にわたる攻撃失敗、さらに、バルチック艦隊の出撃の方を受けた海軍は、旅順艦隊殲滅を優先するよう動き出す。そのための観測点として、前進陣地であり、規模も大きくなく、簡単に落とせそうな203高地を攻略してほしいと、進言し、これに当初から、要塞制法指向成論だった。 大本営が同調して203高地攻略を支持する。これに対し大勢や小玉、現地軍である、第3軍司令官の乃木マレスケラは、すでに大古山からの観測砲撃や航海回線で、旅順艦隊は壊滅しており、観測点などを必要としない。艦隊を殲滅しても、要塞守備隊は降伏せず、降伏しない限り、第3軍は北上することはできない。 そのためには、要塞正面への攻撃による消耗戦しかない。東北方面にある、防大の方が、要塞も艦隊も一望でき、重要性が高い。と判断し、海軍や大本営の203高知攻撃要請を却下し続けた。しかし午前会議を開いてまで決定した、203高知を攻略するという決定と、大本営からの圧力に、第三軍が、 1904年11月28日に203高地攻撃を開始する。一度はダッシュに成功するもロシア軍が反抗して奪還され、一進一退の激戦となる。結局12月5日に203高地は陥落する。観測点を設置し港湾への砲撃を開始したが、ほとんどの艦艇は航海回線での損傷が治っていなかったことや、 要塞防衛線に搭載火砲や上院を出していたので、戦力としては無力化しており、自沈であったことが戦後の調査で判明している。第三軍も203工地を攻略するとすぐに配置を元に戻して、東北方面の攻撃を再開し、ロシア軍も旅順艦隊が自沈しても抵抗を続けた。結果的に要塞の予備兵力が消耗枯渇したロシア軍は続く。 要塞正面での攻防で有効な迎撃ができず、それでも1ヶ月ほど頑強に抵抗した。だが、正面防御船の東鳥間無理山堀井二流山堀井などが相次いで陥落。翌1905年1月1日に要塞は降伏した。結果的に203高地の占領は戦略的に,戦的にも戦術的にも日本側に寄与しなかった。旅順艦隊は、 航海海戦と大古山や生小山からの観測射撃で大損害を被っていたが、これを修理する設備は、旅順航にはなかった。走行巡洋艦以上の大型艦を入居できる、ドックは、ロシア軍は、極東では、ウラジオストクに1個持ってるだけであり、旅順航の艦隊維持能力は低かった。このため旅順艦隊は、航海海戦後は、 上院や下方を陸上げして防衛戦に投入させており、実質消滅していた。日本側は、第三軍などの観測調査である程度のことは、掴んでいたが、大本営や海軍側はこれを信じず、第三軍側もそれを実証する証拠もなかったので、艦隊は戦力を保持しているという前提で203、高知攻略の是非を議論し続けることになった。ロシア軍の予備戦力を消耗したことも、 結果論であり、203高地に主攻撃を変えずとも、このまま東北方面への攻撃を継続することでも予備兵力を消耗させることはできており、逆に主攻撃を変えたことで寄り道をしたことになり、仮に203高地への攻撃を変更しなかったら、史実よりも早くにロシア軍は降伏していた可能性もあった。本争奪戦は多くの戦死者を出した。 第7師団は1万5千人ほどの兵力が5日間で約3千人にまで減少した。ロシア側の被害も大きく、ありとあらゆる予備兵や臨時に海軍から陸軍へ移された水兵までもが、この高地で命を落とした。第3次総攻撃では、野木マレスケの次男、安則も戦死し、野木は自作の監視で203高地を203の当て地で、鹿霊山と呼んだ。 1904年12月5日に日本軍が占領し、長野治海軍隊員が指揮した陸上からの砲撃で、ロシア東洋艦隊を壊滅させたというのが通説だが、陥落後の陸海軍による沈艦への調査では、ほとんどの艦は命中しても艦艇に損害を受けておらず、浸水などは起こしていなかった。使用した28センチメートル砲の砲弾が古く、 新艦の動作不良もあったようで不発弾も多かった。報告を受けた陸軍省技術審査部長、有坂成明は、砲弾の全面変更を指示している。また、第一次総攻撃前に行われた公開海,海戦で、旅順艦隊はすでに戦闘不能なほどの大損害を被っており、旅順校の施設では修復は不可能だった。結局、戦艦セバストポリだけが、 外洋航行可能な程度まで修復されたが、他の艦艇は戦闘不能なまま放置され、最後は自沈処理された。203コ地の旅順艦隊殲滅のための観測点としての価値は、実際はほとんどなかったと言える。203コ地曲げ、編集日露戦争後に日本で流行した前髪を張り出し、頭頂部に束ねた髪を高くまとめるような女性の髪型を、 203高地曲げという、当時普及し始めていた様相に合う髪型として生み出された映画、203高地、編集1980年、日露戦争の旅順後遺戦における203高地での、日露両軍の攻防戦を描いた、203高地という、東映制作の日本映画が公開された。1981年には、テレビドラマ化もされている、鹿、両前コーの石暮れ、 夏目を儀末日、編集湘南遊歩道路会通時、神奈川県鎌倉郡、片瀬町の現在の江ノ電駐車場のところに建てられた、野木の銅像の傍らに、横須賀鎮守府が寄贈したもの。戦後、銅像が取り壊された時に、江ノ島島内の小玉神社境内に移設された、あだ名、編集203高地なかなか落ちぬ遊女、沖縄県那覇の褒めたあだ名。ありがとうございます。